アダム・キューバートはアメリカ合衆国のコミックのアーティストである。マーベル・コミックスや DC ・コミックスで働き、アルティメット・エックス・メン、アルティメット・ファンタスティック・フォー、インクレディブル・ハルク、ウルバリン、スパイダーマン、スーパーマン、ゴースト・ライダーのペンシラー経験がある。2008年にウィザード氏のホットな10人のライターアーティストの一人に選ばれた。父のジョー・キューバート、 弟のアンディ・キューバートもコミックのアーティストである。また、故郷のニュージャージー州ドーバーで、父が設立したキューバートスクールで講師を務めている。アダム・キューバートはミュリエルとジョーの間に生まれる。姉妹にリサ、兄弟にデビッド、ダニエル、アンドリューがいる。また名はコミック編集者のケイティ・キューバートである。 ニュージャージー州ドーバーで育つ。12歳の時にレタラーとしてプロのコミック作家としてのキャリアを始める。ロチェスター工科大学でメディカルイラストレーションの学位を取得して卒業後、ドーバーで父が設立したキューバートスクールへと通う。DC コミックスでレタラーとしてキャリアを始める。初めてクレジットされたのはサージェントロック第394号のストーリー。 クレムリンズであった。また兄弟と共に、アダン・ストレンジや、企業間クロスオーバー、バットマン・バーサス・プレデターを手掛けた。1993年から1996年の、間は、ナディー・ハマ脚本の、ウルバリンで第75号から第102号のうち、計1 7号の作画を担当した。最初に担当した号は、マグニートがウルバリンの体からアダマンチウムを抜き取る、話であった。 キューバートは、その後1995年のエイジ・オブ・アポカリプス展開では、リミテッドシリーズ、ウェポン、X を担当するストリーライニン1995。さらに翌年には、ワンショット、オンスロート、X メント、オンスロート、マーベル・ユニバースを執筆した。1997年には、ピーター・デビット脚本のインクレディブル・ハルクの 第454号から第467号およびマイナス -1 号のうち計12号を担当した。1998年末から1999年初頭にはヨーロッパの作家であるリチャード・イザノーブと組んで X メン第81から84号を執筆した。2001年キューバートは創刊されたアルティメット X メンに起用され、 最初の4号連続で作画を担当し、その後も第33号で降板するまでに頻繁に執筆した。2004年に創刊されたアルティメットファンタスティック4では再びマーク・ミラーとブライアン・マーケル・ベンディスト組、第1から6号及び第13から18号を執筆した。アダムとアンディは2005年6月に DC コミックスと専属契約を交わした。DC での 初めてのプロジェクトは、アクションコミックス第884から847号、第851号、アニュアル第11号で、ジェフ・ジョーンズとリチャード・ドナーが脚本を執筆した、スーパーマンのストーリー、ラスト3であった。執筆の遅れにより、ラスト3の第4話は2007年初頭の、第851号、最終話は、アニュアル第11号に掲載された。 続いて担当したスーパーマンのプロジェクトは、ファイナルクライシスの単位であるブラッド・メルサー脚本の DC ユニバースラスト・ウィル・テスタメントであった。彼の DC との契約中最後の仕事は2009年2月発売のバットマンザ・アウトサイダーズ・スペシャルであった。2009年5月にキューバートはマーベルに復帰し、ウルバリン第7 3から74号を執筆した。続いて彼は、 ニューミュータンツや、ウルバリン、ウェポン X のカバー、さらに、ダークレインの隊員である、ザリスとアメージング・スパイダーマンの本編の作画を担当した。マーベルに復帰した一方、彼は DC のウェンズレイ・コミックスのサージ・ロックには関与を続けた。マーベルでは続いて、アストニッシング・スパイダーマンウルバリンでペンシラーを務めた。2012年には、 クロスオーバーミニシリーズアベンジャーズ VSX メンの第8から10号及び第12号でペンシラーを務めた。2012年に亡くなった父が設立したキューバートスクールにて兄弟のアンリと共に教鞭を振るっている。ありがとうございます。